はい、くちゃまるどうも、レイマルです。皆さんお待ちかねの、エールイベントの景品の開封動画でございます！はい、ということで、皆様お待ちかねのエールイベントの景品が、届きました。今現在の時刻が、5月16日の22時40分、ドラゴン桜が終わった頃なんですけども、ちょっとね、開封動画遅くなりました、撮るの。その理由はね、サブチャンネルの方に理由あげてますので、そちらの方もね、ぜひね、チェックよろしくお願いいたします。ということで、今からね、開封していきたいなと思います。それでは、レッツゴー！まあ、ツイッターでね、どんな風に景品届いたか見ちゃったんやけど、まあ、実際にね、レイマルがちゃんと開封するのは、俺が初めてなので、すごい楽しみでございます。せーの、ちら。おー、なるほど。お、すごく、いやー、すごいわ、これ、やばいわ。ってことで、どれか、とりあえず、まず、こういう袋が届いてんのすごくない？これに T シャツ入れたりとか、いやなんか丁寧すぎひん？いやすごくない？こういう袋が入ってました。ユニゾーン、やこれ一生使わんわ、しっかりと。すごいなこれ。いやめちゃめちゃテンション上がんねんけど、すごくない？みんなこれ。この袋はね、ちょっと一旦置いておきますね。まずこっちから見ますか、このユニゾーンエアの封筒を。開けていきますね。せーの、ピラ。チェキもあるけど、ちょっと先にこっち見ますね。なんかめちゃめちゃテカリ仕様ですね。こんな感じでユニゾーンエア 1.5 周年アニバーサリーの、桜坂のエイリーイベントですね。で、まあこちらも読みましょう。入賞された皆様へ、この度はユニゾーンエア 1.5 周年を盛り上げていただき誠にありがとうございました。ユニゾーンエアの 1.5 周年を記念する春、皆様のおかげで新たに咲き誇る満開の桜と雪面を向けてさらに輝く虹を見ることができました。おお、1年半皆様とアプリを通じて両グループを応援することができ嬉しく思っております。だってさあ、ということでここに、サイン入りの T シャツとチェキを、書いているということで、ユニゾーンみねさん、景品の発送ありがとうございます。ではチェキ見ていきましょう。すごいテンション上がってるよ、レイマル。チェキが、チェキじゃじゃーん、こんな感じでございます。ふーちゃんのサインが書いて、ここにね、もあって、ここにね、桜ポーズ覚えたはてなで、ニコちゃんマーク。いや、かわいい、かわいすぎる。かわいくない？汗かいてきたわ。こちらが、今までのチェキですね。同じくこのニコちゃんマーク、この1周年の時もニコちゃんマーク書いててくれてんけど、こっちもね、ニコちゃんマーク変えてくれてる。いや、めちゃめちゃ嬉しいわ。ということで、レイマルは、正月と1周年のチェキと、今回の 1.5 周年のチェキの3枚目になります。いや、なんかもう超嬉しいねんけど。このスリーブとかの紹介をね、ちょっと後で T シャツを開封してからやりたいなと思います。プロの招待状っていうのが、かっこいいよね。そう、1周年の時はこんな感じやってんけど、1.5 周年こんな感じでもすごい。いや、やっぱさ、この景品を見るとやっぱりもう一回頑張りたいなってでもなるよね、毎回毎回。 T シャツをね、開封していきたいと思います。これさ、まあこのチェキもそうやし、まあもちろんふーちゃんがね、触ってあのサインをね、書いてると思うねんけど、 T シャツってさ、やばいな。いや、なんか嬉しいな、嬉しいな。下から見せますね、こんな感じで、ここにふーちゃんのサインがこんな感じであると。いや、これさ、すごいよな、やっぱり。いや、 T シャツっていいね。なんかさ、でもさ、これ実際にふーちゃんがちゃんと触ったってことやろ。ちゃんと触ったっていう言い方もありないんだけど、いや、なんかすごいな、にやけるというか、なんか嬉しい。こんな感じ、すごい嬉しい。もう何回でも紹介しちゃう、こんな感じで。はい、 T シャツが届きました。やっぱ頑張りたくなるよね。てか頑張ってよかったなって今すごい思ってる。いや、もう嬉しい。最近仕事しんどかったけど、なんかもう吹っ飛ぶもん。はい、ということで、ちょっとね、開封したんですけど、今からはね、これをどう保護するのかっていうのをね、ちょっとレイマル散財企画にちなんでるんですけども、ちょっと紹介したいなと思います。まずチェキの方から、レイマルのチェキの保管方法ですね。レイマルは今回こういうね、フルプロテクトスリーブ、Amazon でこちら、
リンクに貼っておくんですけども、このフルプロテクトスリーブっていうのが UV カット、紫外線カットのスリーブになっております。まあ、100均で売ってる生出しに入れるね、こんな感じの透明の硬化ケースでもいいんですけども、やっぱり紫外線チェキはね、日焼けするってよく言うので、まあ、生出しもそうやねんけど、まあ、チェキはねちょっと厳重に守りたいということで、こういうプロテクトスリーブを、購入しました。で、こんな感じの透明な感じになってて、こんな感じで開くと、でここにちょっとチェキを入れていきます。なんか今回はちょっとチェキの封入の方法が違ってて、なんか前回まではこんな感じで、中の袋が分かるかな、中の袋がちょうどのサイズって言うけど、今回もう簡易的なんかな、ちょっとこのサイド側、このサイド側がちょっと余ってますね。どうしようかな、これ取るとちゃんとマジックで書かれてるのがすごい、いやー嬉しいね。ギリ入るかな、あ、ギリ入った入った、保護するって感じですね。こうやってさ、もっと景品取ってる人もおるやろうけど、こうやって見るといいよね。こんな感じになっております。で問題はね、この T シャツなんですけども、じゃじゃん、ということで額縁をね購入いたしました。こちら Amazon で13,000円ぐらいの、もうどうせならもうね、もうがっつり買っちゃおうということで、額縁を購入したんで、額縁の開封とともにこれをね、ちょっと T シャツ設置していきたいと思います。こんな感じの額縁に、こういう仕切りがついていて、まあ、ここにこんな感じで T シャツが貼るっていう感じなのかな。ちょっと説明書を読んで、ちょっと開けていきたいなと思います。はい、ってことで完成いたしました。じゃじゃん、どうですかこれは。ちょっと電気、後ろのリングライト消すね。どう、これめちゃめちゃ、まあ、反射してるけど、ちょっとめちゃめちゃすごくない、これ。こんな感じになってて、しっかりと、まあ、サインもしっかりと見えるし、めちゃめちゃいいねんけど、これここに常に置いとく、撮影の後ろに常に置いとくっていう感じになるのかな。はい、ということで本日はね、こちらの開封動画、エイリーイベントの景品のね、開封動画やったんですけども、いかがだったでしょうか。こうやって景品がね、実際に目の前に届くと、いやすっごいなんか実感するし、いや走ってしんどかったけど走ってよかったなって、すごい思います。夏に来るであろうエイリーイベント、そして一周ね、どっちも頑張っていきたいなと思いますので、これからもね、レイバルの応援の方よろしくお願いしますっていうのと、こういうなんか開封の動画とかも皆さんと一緒に共有できたらなと思いますので、どんどんね、これから頑張っていきます。開封動画でした。バイバイ。